立憲民主党の枝野代表は、関西電力の役員の金品受領問題について、4日から始まる臨時国会の最大のテーマとして追及する考えを示しました。巡り巡って自分も懐にお金入れてるのって話では、今までの原発政策に対する説明が全く説得力を失う。原資はどこなのかっていったら、これ電力料金か税金かっていう話でありますので。枝野代表は、政府が関わっているかどうかに関係なく、徹底してやらないといけないとして、4日からの臨時国会で追及する考えを示しました。また、国民民主党の玉木代表は、他に同じような案件がないのか、徹底的に調べる必要があるとして、関西電力の幹部の国会招致を求める可能性を示唆しました。